はい、暇つぶしの館です。ちょっと緊急事態で動画回しました。岡山で使ってた中国銀行っていうカード使ってたんですけど、引き出そうと思ったらこのカードは取り扱いできませんみたいな感じになってました。うわ、まいった。今所持金残り346円。やべ、まいったな。へそくりがあって、昔のお金とか2000冊貯めてるんで、本当扱いたくなかったこのへそくりそんな感じです。そして今日の晩ご飯はアジの唐揚げ。はい、暇つぶしの館です。今回なんですけど、クリーニングと、あとバドミントンラケットカット張りにちょっとフラフラするんで動画を回しました。開館から選挙の公示まで選考皆さんありがとうございます。はい、暇つぶしの館です。今何時、今23時42分今日誕生日なんですけど、会社に鍵忘れました。この今時計ちょっと14日になってるんですけど、ちょっとこの時計1日日にち合ってなくて、もう今から会社に取りに行っても終電がないんで、カプセルホテルか満喫泊まりたいと思うんですけど、多分動画でまだ出てないと思うんですけど、銀行のカードが壊れてて、でまだ家に届いてなくて、お金の所持金が多分1500円ぐらいかな、見えんな、1600、1700円ぐらいかな、残り1700円ぐらい、どうしようかなと思って、とりあえず今町の方に向かってます。でスマホの充電ももう残りちょっとしかないんで、とりあえずちょっと明日も仕事なんで、まあちょっと早く寝たいんですけど、今ちょっとそんな感じです。はい、とりあえずカプセルホテル見つけたんで、ちょっとクレジットカードがいけるならここ行きたいと思います。カード使いました。8900円、めちゃくちゃ高いです。あ、でもとりあえずは寝るとこ見つけれたんで、
ビニ行こうと思ったんですけど、自転車がなくなってました。置き忘れたんかな。